おーい、ラク、ストレッチ一緒に組もうぜ。別に構わねえけど、なんでそんな嬉しそうな顔してんだ。いや、準備運動をしてる時の女子たちってすっげえ可愛くね。このままずっと見てたくなるよな。そんなもんかね。あんま共感はできねえけど。なんだと。お前には男としての審美眼が不足してる。はいはい、悪うございましたね。つか、あんまジロジロ見てると女子たちに感づかれるぞ。ふむふむ、小野寺はルリちゃんとペアを組んでいるようだね。え、小野寺？行くわよ、小先。よいしょっと。ああ、ルリちゃん、急に体持ち上げたら危ないよ。行くわよって言ったじゃないの。ほら、続きやるわよ。ゆっくりやってね。勢いよく持ち上げられるの怖いから。はいはい、行くわよ。うわぁ、だから勢いよく持ち上げるのやめてって言ってるじゃない。どうだね、ラク君。かわいいな。おお、準備運動をしている女子の可愛さを理解できたかね。伊達にセクハラまがいのことして生きてねえな、お前。なんかひどいこと言われてるような気がするな。いや、言ってんだけどな。ちょっと、あなたたち、さっきから私らの方ばかり見てるようだけど。あ、いや、悪気があって見てたわけじゃなかったんだが。まあいいけど。そうだ、一条くん、なんなら小先とのペア変わってあげましょうか。そんなこと。冗談よ。あ、冗談なんだ。あそこにいるのは小野寺。しかも一人きり。これは話しかけるチャンス。あれで。デラーチ、デラーチ。ねえねえ、デラーチの好きなお菓子あるから後で渡すね。え、本当？ありがとう。楽しみにしてるね。じゃね。調子に邪魔されちまったか。だが焦ることはない。もう一回声をかければいい話。小野で。あ、小咲ちゃんだ。どっか行くとこ？うん、職員室、先生に呼ばれてるから。そっか、じゃあまた後でね。またね。あ、また邪魔されちまった。しかも職員室に行くのか。いやいや、ここで諦めちゃいかん。話しかけるチャンスはまだあるはず。その通りよ。さっさと声をかけなさい。宮本。あなた、さっきからじれったいのよ。え、どっから俺のこと見てたんだ。最初から。何？あのね、あの子が誰と話してようが
職員室に用があろうが話しかけたいなら話しかければいいじゃない。いやでもそんな大した用があって話しかけようとしたわけじゃないんだぜ。だから別にどんな用だって話しかけたいなら話しかければって言ってるの。まあ確かにそうだよな。宮本ってさ結構いいやつだよな。はあ、それはどうも。早く行かないと小崎が職員室に着いちゃうわよ。小野寺！一条くん、どうしたの？いや、用があったわけじゃなくて、見かけたからなんとなく声かけただけだったんだけどさ。そうなんだ。声かけてくれてありがとう、一条くん。あ、まったく手のかかる。週からメールだ。一条楽様へ。日頃よりお世話になっている一条楽様に、私舞妓週から特別なメールのご案内です。林間学校以降の日常生活の至るところで女子たちの絶妙に恥ずかしい写真を特別価格500円かっこ税込みかっこ閉じにてお譲りいたします。ケイサキシートゲちゃん、大野寺ケイサキちゃん、 T.S. シロちゃん、 T.M. リカちゃん、エトセトラ、類稀な美少女たちの写真を1枚、いえ10枚からでもいかがでしょうか。というか買ってくれ、周囲より。なんだこの商売メールは、怪しすぎるぜ。ん？下の方に追伸があるな。何何？なお、このメールは閲覧次第削除しておくこと。女子に見られたら俺もお前も破滅だ。だと？怖えよ、変なことに俺を巻き込むんじゃねえ。うるさいの、おちおち眠ってられぬわい。坊ちゃん、朝ですよ。早く起きないと遅刻しますぜ。今起きるわ。もう8時回ってますぜ。さあ急いで支度してください。はあ、わかった、今行く。おかしいな、いつ目覚まし時計止めたっけ。よいしょっと。はあ、ん？あれは宮本？なんであんなにプリント戻されてんだ？おい宮本！あら一条くん、そのプリント運び俺も手伝うぜ。一人でその量じゃ大変だろ。そう？なら職員室まで半分お願いするわ。悪いわね。あ、任せとけ。あなたって誰にでも優しいのね。そうか？自分じゃそんな風に思ったことねえんだけど。小崎も大概どんな人にでも優しいのよね。あなたと同じように自覚はないと思うけど、二人とも似たような性格ってことかしら。俺はともかく小野寺が優しいってのはその通りだな。なんてったって心が綺麗だしさ、奥ゆかしいし可愛いし、控えめだけど芯はしっかりしててさ、ほんと小野寺っていいやつだよな。あ、すまん、つい熱くなっちまった。別に謝ることないわ。でもそうね、私も一条くんの意見には大体賛成だけど、そういうことは
私じゃなくて本人に言ったらどう？自分のことを褒めてもらって嫌な気分になる人ってそうはいないと思うけど。そうか、言われてみりゃそうだよな。ええ、頑張って。実際に言えるかどうかは別問題なんだけどな。